ですね、アニチャのゲストはですね、7月25日にですね、初のベストアルバム、ザ・ベスト・リプレイをリリースされます。この方です、どうぞ。小田香織です。よろしくお願いします。いやーなんかね、前回も来ていただきましたけどもね、大概の人がね1年ぶりとか言いますけど、ここまできっちり1年ぶりの人はなかなか、ちょうどですもんね。ちょうどですよ、前回1月20日ですから、もうきっちり1年ぶり測ったかのような1年ぶりでございますけれども、まあその時はですね4枚目のアルバムギフトをリリースする時でございましたけれどもね、もうこれがだから初のベストアルバムということになっとるわけでございますね、はい、まあ、間もなく発売ということでございますが、はい、まあ、ちょっとね、なんかいろいろとスタッフがいろいろ小田さんの情報を集めましたが、あら、なんかここ数日、ここ最近、自炊してるそうですね。どうしたんですか、お金ないんですか、どうしたんですか。あ、違うんですよ、お金がないんじゃなくて、栄養が足りなくなったんです、体に。なのでちゃんとそのできたものじゃなくて、ちょっと作った方がいいんじゃないかなと思って、まあ、この時期ですからね、もう非常に温度も、ね、やばいですよ、高くなってきてますし、はい、まあね、お歌っていうのはすごい体力勝負ですからね。そうです、やっぱ体使うんだなっていうのを改めて再確認してる夏なので今。なるほど。ちょっと ありがたいことに忙しくさせていただいてるの で、 ちょっとお野菜をたくさん取るには多分家で作らないと取れないなと思って、野菜がいっぱい入ったカレーを作ったりとか、まあ、スープを作ったりとか、とにかく野菜を取るための自炊をしてるっていう感じですね。大ちゃんやってないな、野菜な。野菜何が大事ですか、この時期取らなくていけない野菜何ですか。でも美味しいなと思うのはやっぱ夏野菜とかですけど、トマトとかね、ナスとかね、美味しいですけど、私レンコンがやっぱり大事なんじゃないかと。レンコン、あんなもん栄養あんの。ありますよ、スカスカやな。確かに穴はめっちゃ開いてるけど歯ごたえは抜群ですよ、お腹すぐいっぱいになりますよ。いや違う栄養ですよ。栄養やんか、食感が楽しいからちゃうかな。いや、そう、確かにね、そうじゃなくて、この非常に効率よくってテレビで言ってましたよ。レンコン毎日食べたらいいって。でも毎日はさすがにちょっとしんどいので。まあね、そう、俺ブロッコリーって聞いたことあるんだけど。ブロッコリーもだからすごい食べます。ブロッコリー大好きよね。ブロッコリーっていうよね、昔嫌いやったけど最後大人だったら食べれるようになった。嫌いになるとこあります、ブロッコリー。結構当たり障りない味じゃないですか。いや、子供の頃はブロッコリーも気持ち悪かったの、ブツブツが。それ言わないで。何これ思って、あの食感ぶーって。俺よ、無理やったもん、椎茸とか。もう全然無理やった。苦手な人はすごい苦手ですよね。けど大人になってからもう全然大丈夫、ブロッコリーなんかジョンリンジョンリン食うもん、いくらでも食べれません。明日さなぎになるんかよぐらい食うもん。お米の代わりに食べたり。あ、それね、そういいですよね、ちょっと抑えてる人とかね。あれでも俺も自炊するから初めて知ったけど、ブロッコリーってあれ煮込んだあかんのね。あ、栄養逃げちゃう。いや、ボロボロなんねん。それはね、煮込むってそういうことか。そう、俺知らんくて、ちょっと生きてホワイトシチュー作った時に、エビブロッコリー変えたのから、ブロッコリー刻んで入れて混ぜたら、ほんま、いや、なくなっちゃいますよ。妖怪スープみたいになって、ジャムレブツブツがいっぱい湧いてくる。で、めっちゃ奥臭くて、まあ、出るか言うて、途中からカレー粉のルー掘り込んだったほんま。そう、あんまり入れないですよね、ブロッコリーってね。確かに写真では見ますけどね。ブロッコリーでも湯がいて、軽く湯がいて、ちょっとんと入れるのにね。最後にちょろっと入れてとか、あと、まあ、そのまま食べるのが一番、私はブロッコリー好きです。目黒の商店、中目黒に商店があるでしょ、蔦屋川のとこに、はい、あそこにね、かくらっていう名前のカレー屋さんが、カレーが食べるとこなんだけど、そこの薬膳カレーの、素揚げしたブロッコリーがあんねんけど、これめっちゃうまいよ、これ食べたい。あれおすすめ、あそこほんま。そうだ、だからルーを後からかけるタイプの野菜カレーとかにブロッコリー入れるのいいんですよね。そうね、きっとね、ボロボロしないから。そうか、カレーにいいね、ほんまに。
夏野菜ね。夏野菜。あ、トマトだけのカレーって知ってる？あ、それを最近作ったんです。ふー見たんちゃう、あの番組。見てない。あの同じ番組見たんちゃう。見てないですけど。ギャル曽根が作ってたやつ見たんちゃう。最近ですかそれ？それ最近やね。見てない見てない。ほんまでっか TV 見たんちゃう。見てないんですけど、私トマトのカレーがすごい好きなんですよ。トマトが入ってるカレーが。お水入れないで。あれな、トマトだけで作れねえ。知ってた？知らんやろ、おっさんばっかりやから。かお前。そうそう、あれ おすすめです。いや、なるほど、そういうのやっておられるんですね。けどもこうライブツアーも、あ、その梶浦由紀さんの。はい。ライブツアーにずっと参加されてたんですね。そうですね、うん、ちょうどあの今度の日曜日が追加公演であの最終日になるんですけ なので割と最近はあの、はい、自分の活動と並行しながら梶浦さんの楽曲をあのライブでお届けするという時間を過ごしてましたね。でもこの時はこの、英語で香りっていう名義でやってる、はい、あのアルファベット表記で香りとして参加させていただいてますね。この時はそうなんですね、はい、あのフィクションジャンクション香りっていう名前で実は一番最初にアニソンを歌ったんですよ。そうなんです。梶浦さんとの出会いが自分のいわゆるアニソンデビューというか。なるほどなるほど、はい、そうなんですよ、うん、なのでそれの出会いをきっかけにあの梶浦さんのライブではあのボーカルとして参加させて、香りとして出るんですね、はい、なるほど、付き合いが長いんですね、女のね。そうです ね、もう十何年になりますかね。もう一緒に海外も行ってて、はい、今月アメリカに行ってきました。ロサンゼルス2泊4日2泊4日、あ、移動で1泊やね。普通ね、アメリカとか時差があるとこってあんまね、うん、もうちょっと長く行くんですけど、ああすごい弾丸で。すごいね。飛行機にいる方がなんか長かったんじゃないかっていうぐらいの体感ですよね。いや、わかるわかるわかる、うん、あの、なんやろ、減った分取り戻すか取り戻した分減るかやね。そう、実際がちょうどね、七夕の夜を多分過ごせなかったんだと思うんですよ。おそらく時間的におそらくは。うちの相方もね、ちょうど誕生日の時に、うん、その海外ロケ でそう、めっちゃ自分の日の誕生日が短かったっていう。いやーかわいい。それは損しますね、はい、なんとなくね。ひどい。みんなで笑ったったわ。ひどい。お前の誕生日短かったな。長いのとどっちがいいんですかね。いやいや、まあ、確かにね、考えもんですけどね。はい、ということで、まあ、はい、来週の水曜日7月の25日に発売される、はい、ザ・ベストリプレイでございますけれども、はい、まあね、小田さんにとってはこれ、はい、初のベストアルバムということで、はい、16曲入りでアニメの主題歌が2曲、はい、ゲームの主題歌が9曲、はい、結構やられてますね、収録されているということで、ね、うん、まあ、今日はですね、その中から小田さんに、はい、まあ、5曲、ね、はい、ちょっと、まあ、おすすめというか思い出が強いものというか、うん、選んでいただいたんでね、ちょっと、はい、まあ、ほんま全部紹介したんですけどね、ちょっといろいろその5曲からエピソードやお話聞いていきたいと思います、はい、じゃあまず最初は何の曲からいきますか。あのブリリアントワールドという曲を2曲目に収録してるんですけど、こちらのソロデビューシングルなんですね。これデビューシングル。そうなんです。小田香織という名前で初めて、はい、あの世に出した曲がこの曲なんですよ。なるほど、はい、これはあのゲームの主題歌なんですけども、うん、2007年にあの発売しまして、10年前ね。そうなんですよね。なんかこう並べてみると、うん、ちょっと幼さが出るかなって思ってんですよ。でも意外となんかちゃんと大人っぽく歌ってるんですよね、当時の私が。非常にスピード感ありますし、そうだからそれが、うん、あのこう浮く感じもなく、まあ、ベストアルバムの中でいろいろ年代がそれぞれあるんですけど、いい具合にこうちゃんとまとまってくれた曲だなっていうふうに思ってますね、うん、個人的には。いいですよ、うん、このね、静かな部分があって、はい、非常に疾走感もあって。そうですね、うん、いいですね。ありがとうございます。なるほど、ブリリアントワールド、これどういう意味ですか、はい、あのブリリアントってこうきらめくとかこうキラキラしたものとかに対して使ったりするんですけど、あ、なるほど、はい、いいですね。あー、またこうぐーっと上がってきますね。、うん、ライブでも非常に盛り上がりますね。もう髪の毛こんなになってるでしょ。なります、ね、食べちゃう、こうやってくっついて。そうそう、いいですね。それがいいんですよ。いいんですかね。かっこよくて。そうかな。はい、じゃあ続いて2曲目いきましょう。はい、2曲目は、はい、コーリングという曲なんですけども、はい、あのこちらもちょうどブリリアントワールドを出したのと同じぐらいの時期にレコーディングして発売してるんですけど、はい、梶浦由紀さんに小田香織のために書いていただいた、フィクションジャンクション香織ではなく、小田香織として書いていただいた曲でして、うん、だからその辺も私の中では結構
なんか大事にしてる部分というか、うんうん、あもうファンの皆さんもね提供曲とかね、はい、ありがとうございます。そうバカノっていうアニメ作品のエンディングテーマだったんですけど、ほんまですね、はい、なるほど、今も大事に大事に歌ってますね。いいですねこの広がりのある、うん、ね、そうですね、世界観がすごくスケールは大きい感じがしますよね、やっぱ曲的にね、こうもういいですね、なんかこう広い草原とかで歌わせたくなりますね、 PV 撮るならね、うん、PV 撮ってくれるんですか、うん、この曲ね PV ないんですよ、まあ、それかあのすごい横幅の広い川の真ん中に立って歌わすとか、うん、川の真ん中川中洲ですか川の真ん中中洲そんな取り残されたほんまのコーリングやから、助けてーのコーリングやから、川の真ん中っていう、違う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 、こう足はみんな入ってるけど砂利のところ、砂利とかいやそれなんていうのこの水面にこうスッと立ってるみたいな、浮いてるってことですか、浮いてるっていうか別に使ってていいけど使ってるんだ、別に腰足ちょっとだけやからなんでここまで使って歌ってんねん、今使ってるコーリングの意味変わってくるやん、びっくり、もう助けてる曲になっちゃうじゃないですか、イメージかけてすごい、なんかわかるやん、びっくりした、わかるやん、水面に映ってるあなたも撮りたいだよ、わかるやんか、全然わかんなかった、泣かせてないやん止めて、あと俺の繋い方が下手なの、いやいや、じゃあちょっと次の曲いきましょう、次の曲、うん、はい、続いてあのプレイスという曲なんですけども、あ、これまた元気な、はい、うん、はい、これはあのファーストアルバムがプレイスっていうタイトルで、あの2013年に発売したんですけれども、はい、あのそのソロシングルを出してからファーストアルバムを出すまでにあんまり小田香織としての活動ってしてなかったんですよ ね、 あ、そうなんですね、むしろそのフィクションジャンクションの現場で歌ったりとか、うん、サウンドホライズンのライブツアーに参加したりとか、なるほど、割といろんな現場でいろんな香織として歌ってたっていうところがあって、はいはい、でファーストアルバムを出すにあたり、まあ、小田香織としての場所を作っていかないかんと、うん、っていうところで自分の場所を作りたいな、みんなとの場所を作っていきたいなっていうところで、あのプレイスという歌詞を書いて、なるほど、やっぱりそれが多分今後もずっと永遠のテーマなんだろうな、うん、ソロで歌い続ける限りは永遠のテーマなので、まあ、いわゆるそのタイアップ曲ではないんですけど、あ、まあ、ベストアルバムには絶対入れるべき曲だなと、なるほど、今回思って選びました。なんかね、言うてもみんなライブの定番中の定番やと、これで非常に盛り上がると、はい、みんな一緒に歌ってくれてます、拳を上げてね、ほんならもうちょっとこのプレイスってアルバムがもうちょっと一番最初に出したベストアルバムに近い感じもあったよね、そうでしたね、そうですね、やっぱ6年7年ぐらいの小田を詰めたアルバムだったので、なるほど、なるほど、はい、あ、いいですね、あ、盛り上がりそう、これは、うん、非常に非常にいいですね、はい、じゃあ続いていきましょう、4曲目、はい、続いては、うん、乙女ゲームの出会いの曲なんですけど、うん、始まりの記憶、うん、あ、またこれちょっと優しいカラーです、ね、いいですね、これ、うん、すごいいい曲なんです、この中優しさがありますね、うん、そうですね、あのアムネシアレイターっていう、うん、あのゲーム作品のオープニングテーマなんですけど、オープニングなんや、そうなんですよ、ちょっとエンディングっぽいね感じがするんですけど、はいはい、実はオープニングテーマで、うん、あのそのこの曲をきっかけに初めてあの乙女ゲームの主題歌を歌わさせていただいたんですね、なるほど、はい、なんで そういう意味ではやっぱりこれをきっかけに本当何曲 もう何十曲今やらせていただいているので、うん、この曲を歌うことがなかったら、まあ、ベストアルバムっていうところにもうまずたどり着かなかったかなっていうのはすごくあの感じますね、すごい、カラオケに行くと3回は歌うらしいですよ、本当もっと歌っていいよ、うん、足りない足りない、私もっと歌ってるから、うん、歌おう歌おう、そうね、嬉しい、歌ってくれるんだ ね、 かおちゃんバラードうまい、ね、確かにバラード難しいですからね、声の、ね、伸びがすごい繊細ですからね、しっかりしね、芯がしっかりしてないとバラードって歌いきれませんからね、ありがとうございます、うん、素晴らしい、ね、はい、いい歌ですねこれね、ありがとうございます、しっかり聞きたい、うん、ぜひぜひ次いきますか、はい、じゃあ5曲目最後になりますけども、はいはい、続いては水尾という曲なんですけども、おう、はい、純粋の水に、はい、美しいとか、粋な美しさとか、あ、粋な美しさ、ね、そうですね、うん、あの水尾っていう曲なんですけれども、いい、これいいですね、ちょっとあのジャズっぽいビッグバンド風なアレンジなんですけど、今年あの4月に配信シングルとして出した楽曲で、実は初 CD 化なんですよこの曲、かっこいい、なのでぜひぜひこちらの本当アルバム買わないとね、 CD としては手に入らない楽曲なんですけど、あのこちらも乙女ゲームの主題歌なんですけど、うん、
昭和10年代 の, あの東京赤坂を舞台にした。おなるほど、世界観のちょっとだからそんな古い感じも、そうですね、ちょっと日本語のあの当時のちょっとモダンだと言われていたであろう、うん、ちょっと言葉遣いとか漢字の当て字とかをちょっとこだわらせて歌詞書かせていただいたので、そこはちょっとぜひ見てもブックレット見ても楽しんでもらいたいなと。もう網タイツでみたいなね感じの匂いするわこれ。そうですか。いやほらあの時代のなんか感じね、あの時代網タイツ、多分あんま足出さないですよ女性。そうそうよ、そうです、この時代、この時代のダンサーとかそんなんじゃなかった。なんかいや多分まだそんな足首とかもそんな見せちゃいけないぐらいじゃないですか。戦後間もないから、戦後間もないというか戦前ぐらいな、戦争中ですね多分ね、10年ぐらいだと。ほんとにちょっとややこしいね。いや結構なんか勉強したんですよ。そうか、まだアメリカ入ってきてない時か。いろんな文化がこう多分入り始めて、みんなが興味を持ち始めてるみたいなのとかも楽しかったんじゃないかなと。日本が人が向けそうな時ってことね。そうですね。なるほど、うん、いやこの曲すごいかっこいい。ありがとうございます。このジャズな感じね、そう素晴らしい。得意中の得意でこういうサウンドは、うん、はい、いいね、似合いそう、かっこいい。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございまして、さあ、ここでですね、初回限定版の DVD というのがあるんですけれども、はい、これね、これがすごいんですよ皆さん、はい、ね、初回限定版と2つあるんですけども通常版と、はい、これなんと内容がどうなってるわけでございますか。はい、初回限定版にのみ DVD がついてるんですけど、はい、その DVD がですね、実は CD に収録してない曲を収録してるんですよ。あらま。で今まで撮ってきた DVD、 そのミュージックビデオ全曲入ってるので、うん、素晴らしい。これ買ったら全部小田の映像が見れるっていう。もうこれだからすごい9曲入ってます。入ってるね、 DVD に、はい、DV がね。で CD 化されてない曲も、 CD 化っていうかその CD の方に今回のねアルバムの中に入ってない曲も 5曲ぐらいあるんじゃないかなと思いますので、まあ、いや泣かすなんて曲ないから泣かすなんて曲ないから、ちょっと作ろうかな。作らんでいいよ助けを呼ぶ曲ですよね。そんなやらんでいい何してんねん。いや面白そうだな。いや大丈夫これだからどうせ買うなら、うん、このやっぱり初回限定版買うのがね、そうですね、一番いいんじゃないかなと思いますけれども、はい、今日はですねそのミュージックビデオの中から1本見せていただけるということでございます、はい、じゃあちょっと曲振りお願いしていいですか。はい、はい、あのセカンドアルバムのために書き下ろした曲なんですけど、すごく自分らしく撮れたミュージックビデオかなと思いますので、うん、ご覧いただければと思います。小田香織でトゥルーカラーズ。
もう自分で PV 見ながら回りすぎやな。いやめこんな回ってたかと思って。やっぱこう、やっぱりこうガッとね勢いで行っちゃうんでしょう。いやね、確かにねモデルみたいに非常にスタイルがおよろしいでございますけれども。さあ、はい、このね今回この発売記念イベントというのがね、はい、全国各地で行われますよ、はい、皆さんチェックのよろしくお願いします。します。まず7月、2日ございます。7月の28日土曜日はですね HMV、エソラ池袋、はい、そして29日日曜日はですねタワーレコードグランツリー、武蔵小杉店ということでございます、はい、そして8月がダダダダダとございますよ、はい、まず8月の5日これ日曜日ですねタワーレコード町田店、11日土曜日は名古屋アスナル金山、はい、これなんか外らしいね。そうなんですよ、うん、これはもう大変なんで皆さんちゃんと対策してきてくださいね。そうよ、暑くなるから皆さん気をつけてください、はい、本当に屋根ないんでお客さんの席マジで。そうよ、はい、皆さん、ね、水と水分とタオルと傘とか、はい、ぜひお願いします。よろしくお願いします、はい、そして8月12日日曜日は名古屋、第3太鼓ビル、はい、そして18日土曜日は大阪タワーレコード生展、19日日曜日はアニメイト大阪日本橋展ということですね。はい、そして26日日曜日はタワーレコード川崎店、そして31日金曜日はアニメイト池袋本店ということでございまして、はい、もう8月はもう土日はほぼ、そうですね、ね、はい、イベントということでございます。さあそして9月の2日日曜日はタワーレコード、横浜ビブレ店ということで、はい、もうね盛りだくさんでございます。そうなんでございます、はい、ぜひぜひ皆さんねどれか行ってあげてください、はい、ぜひぜひお近くのとこね遊びに来ていただければと思います、はい、ね、購入された方のイベントもございますのでね、はい、詳しくはホームページをですねチェックしていただきたいと思います、はい、お願いします。さあそして、購入者特典のイベントもございますよ、はい、9月16日日曜日吉祥寺スターパインズカフェで行われます、はい、応募特典といたしましてライブに抽選で、無料でご招待やりました。皆さん送ってください。抽選で、送って抽選で無料で、ね、はい、楽しめるということになっておりますのでね、ご招待させていただきます、はい、ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、ということで改めてですね小田香織さんのですね、はい、初のベストアルバム、はい、ザ・ベストリプレイはですね7月25日ね、来週でございますね、はい、水曜日に発売ということになります、はい、もう、まあ、でもあっという間でしたでしょこの数年ね。そうですね、まあ、まさかベストアルバム出させていただけるなんてっていうところからのスタートだったんで、いろいろ振り返りながら感謝しながら今回のアルバム作ったので、たくさんの方に聴いていただきたいなと思います。はい、はい、ということでね、ぜひともね皆さんねお買い求めください。こちらのね初回限定版が非常におすすめでございますからね、よろしく。通常もいい感じよ。通常もいいよ、もう2枚買おう、2枚買おう。ブックレット違うからね、あの裏も中もちょっと違うからっていうね、そうそうそう、お得よどっちも。好きな小田を買ってください。好きな、いいね、好きな小田を、好きな方の小田をお願いします。オーダーしてください。はい、ということで本日のゲストは小田香織さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。目指せない冒険。